お疲れ様でした。今日はもういいそのビッグエアの大会見れて最高でした。で、ここにちょっと WSSL 優勝したキングこと長田真嗣プロに来ていただきました。仕事は。おはようございます。こんばんは。こんばんはだ。こんばんはですね。で、ちょっと、長田真嗣プロにメールが届いてます。はい。メール。石川県在住の58歳。男性から、はい、58歳、長田真嗣プロはレッドブル、ウィンターで初スポンサーがついてます。そうですね。58歳でもレッドブルスポンサーつけたいって今書いてあるんですけど、どうやったらレッドブルがスポンサーつくか。今ボードの真嗣の次に2番目ウィンターでついたけど、まあ、58歳の男性も、まあ、レッドブルスポンサーつけたいなという答えがありますので、まあ、どうすればまあ、まず、多分レッドブルの選ぶ順としてまず世界に行けるか行けないか、そして英語をしっかり喋れるか、そして、世界の成績があるか、まずこの3つの、多分なんだろうなポイントになってくるんじゃないかな。ちなみにその年齢とか関係、いやパイロットの人でも40何歳とかもいるし、エアレースの、はいるし、やっぱ海外のレッドブルアスリートはもともと年齢層高い人もいるし、もうその中でウィンターとかやっぱりその危険なスポーツに関してやっぱりもっともっとやっぱり未来あるってことはやっぱり若い人の方が期待できる。あ、なるほど。その中でやっぱり、はい、うん、まあ審査基準は難しいかもしれないけど、まあ 1% にもあれば、まあ、1% はあるんじゃないかな。あるんです。58歳の男性の方はまあそういうことなので、で、まあ、でも私がちょっと質問したいんですけど、今後 その日本 そのビッグエア、やはりスロープスタイル そのスタイル、まあ、ジャッジからしてどういう技をやってどういうクラブをすれば点数が出る、まあ、この辺、まあ、モーグルもそうなんですけど、ツイスターとかツイスプーとかで今優勝草大会できちゃう、うん、それはちょっとおかしいんじゃないかなって、うん、サブロック回ってしっかりジャパングラブ入れたりやっても優勝できない、うん、まあ、その辺、まあ、スキー飛び系なんてフリーライドでその辺ちょっと改革したいなと思ってるんですけど、大丈夫。オッケー。やっぱスロープスタイルとかビッグエアに関しては、うん、まあ、ビッグエアはなんだろう、両方向っていうのは必要なくて、ただスロープスタイルに関してはやっぱり今世界のトップライダーは4方向、前向きからの左右、後ろ向きからの左右、その中でやっぱり今最高峰のトリックと言われてるダブルとトリプル、それをお疲れです。まさかの5位っていうね。おめでとうございます。なんか微妙な感じ、すいません。超中途半端な。じゃあその中の、なんだろう、前向きからの、左右、後ろからの、左右回転、でその中で、また世界最高峰と言われているダブルフリップ、トリプルフリップっていうのをスロープスタイルで、使わないといけないっていうのが、今一番日本人は難しいっていうところ。やっぱその日本人のトップの中でもやっぱり4方向ダブルっていうのはまだ誰も完成してなくて、まあ、やろうとしててもやっぱり大会ではできない。なるほど。それができれば世界には近づけると思うけど、やっぱりそれは自分の努力次第だと思うし、やっぱり世界のレベルが高いときは日本のレベルも徐々に上がってきて、でもそこに差があるのは環境だったりっていうのは今はもう言い訳に過ぎない。同じ練習施設もあれば、ね、トランポリンとかウォータージャンプもあるし、その中でやっぱり努力の
努力次第じゃないかな、トレーニング次第。僕に関してはちょっとあんまりわからないけど、やっぱりエアはしっかり見ないといけない基準。例えば多分モグルあったら50のスピードが25で、例えばエアが25、その中で今エアがだんだん迫力上がってきて良くなってるってことは、やっぱり草大会でもあくまでも草かもしれないけど、やっぱりエアっていうそのポイントっていうのはしっかりジャッジ陣は見た方がいいんじゃないかなとは思います。すごくいい話をしていただきました。すごい真面目、そういうことをね、このいろんな日本のジャッジ陣、まあ、その選手たちにしっかり聞いていただいて、今後日本のスキルアップ、レベルアップ、ステップアップしていきましょう。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。最後、じゃあ石川県の皆さんに一言。はい、石川県の皆さん、どうも、おさしんじです。いつも石川県出身の津田健太郎にはお世話になってます。なかなか石川に行くことはないんですけど、ちょっと金沢の夜には遊びに行きたいなと思ってます。来た時はちょっと皆さん、なんか飲み会でも開いてくれると嬉しいです。もうバッチリや。あとは石川県でちょっと滑ってみたいなと。やっぱり津田健太郎のホームっていうのをまだ一回も行ってないんで、そのホームゲレンデにいつか行けるように、自分も引退したんでちょっとは時間作れると思うんで、もうしばらくここ1年で行くんで、1、2年かなで行けると思うんで、その時は、皆さんで一緒に滑りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。キングは石川県に来日するのはいつになるのか。で、エアキャンプまたよろしくお願いします。では今日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。